寄せ文字で書かれたのぼりと超人寄せ文字は寄せで使用される文字の字体。江戸時代のビラーザに橋を発し、芝居文字、相撲文字などとともに江戸文字に属する。通称は立花流。寄せ文字は寄せの看板や口座のめくりに用いられる独特の太い筆致の文字として知られる。これは従来ビラーザと呼ばれていたものが、 元噺かの立花のう近んによって改良されたものである。寄せ文字は番付やビラ、戦車札にも使用されている。会所に近い、家読性が高い衣装を持つが、文、女、優など、隙間をなるべく減らすように、あえて崩したり装飾を施したりして書く字もある。江戸では寄せ工業の本格化が見られる、完成年間。 寄せに客を集めるための広告である寄せビラが生まれた。当初寄せビラは一般的な普通の書体で書かれていたが、天保7から8年頃、神田と島町荒店に住む荒野の職人、栄二郎が、それまで町地やは点店などに使われてきた事態と、歌舞伎で用いられていた官邸流の字体等を折衷して編み出したのがビラーザだと言われている。江戸時代末期から明治時代にかけて、 寄せ専門の職人も繁盛し、中でもビ清、ビラ清し、ビラ立といった名人が手掛けたビラは、衣装的にも凝った、極彩式の木版ビラとして、好評を博した。寄せ文字の字体ビラ字は、少しでも多くの客が寄せに集まって、大入りになるように演技を担ぎ、字を詰まり気味に廃し、隙間が最小限になるよう、また、なるべく、右肩上がりになるよう書かれるのを特徴としている。 上実のように、ビラジは、専門の職人によって書かれたが、寄席の件数が減少すると、次第に職人がいなくなってしまった。やむなく、それぞれの寄席で間に合わせで、ビラジを書くようになったが、専門職の手を離れると、それまでの統一された様式は徐々に失われていった。そして、大正12年9月の関東大震災を契機に、ビラジは姿を消してしまったのである。 第二次世界大戦後、昭和の名人と言われた落語家八代目桂文楽は、1949年に落語家を廃業し、寄せの楽屋主任及びビラーザ書家専業となった立花の右近に対し、寄せ文字の流派を創始して、その家元になることを提案した。立花の右近はそれまで寄せにまつわる様々な文物を収集していたが、 ビラジの師匠がいない状態から見よう見真似で書き始め、二代目、ビラタツの流れを組みつつ、自身のスタイルを確立していった。こうして、立花の右近は桂文楽の進めに従い、1965年、立花流を創始して、ビラジを寄せ文字として復活、その家元となって、寄せ文字の普及と後継者の育成に力を注いだ。これにより、今までなかった。 ビラジの一門が確立されたのみならず、寄せ文字の地位が飛躍的に向上した。しかしながら、ウコンが自身の一番弟子である立花の左近に対して語ったところによれば、最初の頃のは見せられないくらいひどい出来だったという。かつての名人が書いたビラジを見てきた古い話し方や、石庭の目は特に厳しく、しばしば国標にさらされた。 ことに、口うるさい五代目龍亭左楽と、新宿末広邸の関帝の石亭、北村銀太郎が控えていたので、立花竜の創始は真剣そのものであったという。右近は、左近、右京を育て、自分にとっても勉強になるからと、寄せ文字勉強会を立ち上げ、その中から、右一郎、宇野吉、と子、宇野助、右立花、ゆ太たさむ、右龍、右楽、右女次。 右長、右助けき、右すずめ、右き、あたえ、右門、紅れラックが、立花流の寄せ文字を受け継いだ。右近は1994年、立花流の将来を考え、家元は一代限りとし、後任を、寄せ文字立花会と名付けた一門の集まりに異常し、家元の印象もそこに収めることとした。右近なき後、寄せ文字の技術と伝統は、左近。 右京をはじめとする右近の門弟たちに継承され、寄せの情緒を醸し出す重要な役割を果たしている。立花流は、平成以降の落語協会、落語芸術協会の新内昇進、襲名披露等の際には、個人名が書かれたマネ機器を贈呈してきたが、令和元年9月の落語協会の新内昇進披露から中止となっている。ありがとうございます。